版のですね、コーポレートコミュニケーション部の宇賀井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、本日の流れですけれども、今横にいらっしゃいますので、はい、石谷さんにまず最初ですね、はい、3M と、石谷さんみたいなお話をしていただきまして、はいはい、その後ですね、本編であります本日の内容、光る弾く守るフッ素というお話をさせていただきます。それが終わりました後ですね、最後に、質問コーナーを準備しておりますので、もちろんあの適宜していただいても構わないんですけれども、あの後ろにあるよということをあの理解していただけたら、あのそちらにまとめてお答えすることもできますので、よろしくお願いいたします。一番最初にいつもお話ししてます、はい、お帰りのバスのご案内です、はい、こちらのセミナーですね、一応あの表示上は8時半までというふうにご案内してはいるんですけれども、実は最終バスがですね、五反田行きが8時34分、品川行きが32分があっての、その後最終バス1本1本しかない状態ですので、はい、あのどうしてもバスに乗って帰りたいという方は、あのこちらのセミナーの様子を見ながらですね、もう時間だったらもう飛び出していただいても構いませんのに、はい、で、あのお帰りの際、あの出口 のちょっとピッてな、あのなんでしょう、セキュリティカードを当てなきゃいけないとかありますので、あの係員の者に声かけていただければと思います。はい、では、この前です、ごめんなさい、石谷さんのカードに移らせていただきます。はいはい、よろしくお願いします。気づけばこの CDM セミナーの6回目ということで、毎回どんな話をしようかなとかいうのはありつつも、何のかんのとこう新しい方もいらっしゃるんで、多分、何とか来ていただいている方は半分ぐらい同じ話を聞くことになると思うんですけど、よろしくお願いします。はい、一応ハッシュタグは 3MJP ということで、あのツイッターをお使いになられる方はこのハッシュタグを使っていただけるとありがたいです。で、いつもこれ一緒にやってるんですけども、一応簡単に質問ということで、もともと 3M という会社を知っていた人は割と多いですね。はい、で 3M といえばホストイットだよねという印象が多いですね。はい、最近 3M の製品何か買ったという記憶が、倒産なんですか、保護メガネを買ったんですよ。おお、保護メガネ、話すと長くなるようなことを言わないでください。はい、あとお気に入りの 3M の製品があるよっていう方が、はい、武者さん何ですか。接着剤なんですけども、ちょっとバイクのメンテナンスするときとか欠かせないのは、ちょっと今名前忘れちゃったんですが、あのスプレーの、スプレーのやつです。あ、はいはい、ということで、まあ何だか、はいはい、で私の自己紹介いいですもん、はい、はい、どうします。はい、で一応今回なんですけども、今までのおさらいというところも含めて、もともとなんで、まあ、私が今ここが立ってるかっていう話なんですけども、もう2012年の話になるんですけども、当時、アジアパシフィックメディアツアーというのをするような US の本社の方でありまして、いらしてたのは中国、インド、あと日本ぐらいの感じで、日本からは6、7人の方が呼ばれていってたんですけども、なぜか私にそれ呼ばれていただいて、で、あの弟呼んでいただいたきっかけっていうのは、その前にあのイベントにあったりとか、それからあの、そもそも勝手に、ブログで記事を書いていて、それを目に留めていただいてという、流れという感じですね。はい、で 3M なんですけども、ミネソタマイニングマニファクチャリングというもの、3つの M を取って 3M で、昔のロゴです。なんかごちゃごちゃやっぱ入ってますよね。はい、で、3M さんも、少し前まで住友 3M っていう名前がすごく長かったんですけども、 3M ジャパンという名前に現在なられてます。で、これがちょっと見にくいんですが、その US の 3M 本社のあたりなんですね。で、全然ピンとこないですよね、この地図だけ見てもね、何のこっちゃっていう感じなんで、これ同じ縮尺の、渋谷を入れるとこういう感じです。かなり大きいで、ちょっと寄っていくと、さっきのこれですね、寄っていくと、これが 3M 湖なんていう湖まであるっていう、でそれがこういうとこですね。テクア研究、多分研究施設、なぜなら当然ですけど外部から行きたい人は来
町に行くとすごくいろんなものが展示してありまして、これは何でしょうというクイズです。唐突ですが、これで分かったらすごいですね。まあ、分かんないですよね。さすがにこれじゃ分かんないですよね。もう一個、じゃあこれセットで使うものが実はあるんです。こういうもの、これでもし分かる方は、さすがに無理ですか。まあ、結構ね、難易度高いなと思いながらも、あのですね、これは痛くない注射ってやつです。あの非常に小さい針になっていて、さっきのやつっていうのは、これをさっきの尖ってるのをセットして、で、プチっていうやつですね。で、その先端の形状が、まあ、特殊な形になっていて、やっても痛くないっていう注射。なんてものも作っているという会社が杉本さんで、景品を用意したんですが、いらっしゃらなかったので、質問に答えていただいた、お二人に差し上げようと思います。はい、はい、はい。はい、ありがとうございます。はい、お家をきれいにしてください。はい。はい、で、まあ、今日もこの後フッ素の話なんですけども、非常にちょっと普通の会社から比較すると、この会社は何だろうっていうぐらいに非常に広範囲の、まあ、商材を手掛けられている会社、もちろんポストイットもそうですし、こういった医療系のものもやられてますし、でこの後出てくるフッ素の話っていうのは、そのかなり原材料に近いような非常に応用範囲の広い商品というところまで非常に多くのことをやられている会社が 3M さんなので、多分 3M の社員の中でも、社員さんの中でも本当に全部の商品について精通しているというのはほぼいないんじゃないかな。ないですね。今回のために勉強しましたもん。はい。ということで、はい。これですね。はい。はい。はい、ということで、はい、そのフッ素の話に移っていきます。お？あ、よかった。大丈夫です。はい。では、光る弾く守るフッ素という本編の方を入らせていただきます。フッ素ってっていうところからまずいきたいと思います。あまり普段の会話では使わないですよね。出てくるのなんだろうっていうところなんですけれども、自然界にあるフッ素ってどんなものがあるかなって皆さんご存知ですかね。ちょっとマイク近い方がいいかもしれません。マイクを近い方がいい。マイク、はい、はい、すいません。実は、こちらのですね、石、Facebook で応募の写真のところに載せていた、実はこれがですね、ホタル石と言われる石です。でこちらは、主成分フッ化カルシウムというものを使ってまして、まあ、これが自然界にあるフッ素というところでは、量をたくさんあるものになっています。でなんでホタル石っていうかっていうと、まあ、諸説あるんですけれども、こちらの石を熱しますとなんかぼーっと光るからホタル石と言われているというふうに書いてありました。でじゃあ 3M とフッ素ってっていうお話をさせていただきます。実は1940年代からフッ素、また古いですね。そうなんですよ、まあ、白黒が出てくるんですけど、フッ素化合物が何かビジネスにならないかということで 3M は研究を始めました。この前には世界的にシリコンのものですとか、そういったものをですね、他の会社が研究してて、次はフッ素だと 3M は思ったわけなんですね。ただ、最初はですね、低温で沸騰する不活性の液体しか合成できなかったんですね。まあ、不活性なんでそれはそれで面白いんですけど、これ作るのすごいお金もかかりますし、何に使ったらいいかわからないと。でその後1952年にはこのフッ素化合物を何かビジネスにするためにということで、100人も の人員が割かれまして、当時としては史上最大 の研究プロジェクトとしてフッ素がなっていたというふうに言われています。でこちらでもなかなか100人つぎ込んでもですね、いいものが、いいものって言ったら怒られちゃいますけど、なかなかビジネスに劇的につながるものがなかったもう今軽く4強で書いてですけど、軽く今12年ぐらい経ってるわけですよね。そうですね。ざっと経ってます。はい、で、1953年に、女性の研究者、パッティ・シャーマンという方がすごいそのフッ素の研究をされていて、フッ素の化合物すごい大好きだったらしいですね。でこの方と一緒に研究していた、ジョーン・マリーンさんという人ですね、一緒に実験してたのにもかかわらず瓶を落としてですね、新品のテニスシューズにこのフッ素化合物をぶちまけちゃったそうです。
すると、洗ってみたけど全然水でも石鹸でも取れないと。この液体じゃあ布に染み込ませるとどういうことになるのということで、なったのがですね、こんな風になったんです。どういうことか分かりますかね。しておりまして、日本ではこんなパッケージで今売っております。でどういう時に使うかなんですけれども、例えばあの雨の日の前にですね、洋服にかけておいたりすると泥はね、水はねを避けられたり、あとは、テーブルクロスなんかにあの事前にかけておきますと、まあ、ワインをこぼした、オリーブオイルをこぼした、醤油こぼしたっていった時にもうスルッとあの汚さずにですね、使えると。物を壊しやすい人がいる家庭の人はそうした方がいいと。はい、あとお子さんの、よだれかけとかにかけると、はいはいはい、それで汚れないなんてこともあるそうです。お子さんの洋服とかですね、はいはい、ということでどれぐらい弾くのか、実感してもらいたいと思っております、はい。で皆さんちょっと今お座りになってるんですけれども、後ろに実はスコッチガード体験セットが今準備されておりまして、今動いておりますね。なんか大きいのが動いております。マネキンにですね、水鉄砲で水をかけるものと、あとですね、Facebook の皆さんが応募したときに多分ドレスが出てきたと思うんですね。ワインこぼしてるドレス もしかしてご覧になっている方いるかと思うんですけど、そちらもあります。でそちらにですね、水をかけたり、ワイン風の液体、もしくはあのランチョンマットありますので、そちらに醤油を垂らしてみたりというのができるようになってますので、ちょっと皆さんお席動いていただいて、はい、ぜひちょっと動いていただいて、はい、時間していただけたら、実演ですけども、はい、今こちらに準備してあるのはあの水鉄砲があります。水鉄砲ですね、ぜひこちらの高田さんのシャツなんですけど、高田さんあそこにいますスコッチガードをかけてあるシャツですので、これに水をかけたらどうなるか、ぜひやってみていただけたらと思います。弾いてるの分かりますでしょうか。こちらも持っていただいて、こちらも同じとこずっとかけると、あの向こう側に行きます。こちらには、はい、デブクロスに、まあ、醤油をありますけども、醤油をこんな感じでですね、出が悪い、こんな感じで弾くんですね。なので、まあ、この後ですね、拭いてあげれば、まあ、汚れが取れる、拭きにくいと。すみません、ちょっと拭き方下手でした、私。すみません。そういうことができる。で、こちらが、あのですね、Facebook に出てるやつですけど、まあ、ワインなんか飲んでたりするとどうなるかっていう。これが一番うまくいきましたね。ちょっと醤油ドキドキしましたけど。こんな感じ。全身かけてですね。全身もうこれ全身かけました。あれもかけたんです。こちらの説明をして。こちらは加工しないで。これもね、すごいですね。すごい感じてますね。なのでお気に入りの洋服がありましたら、まあ、ワインを楽しむ会場は事前にやっておけば、まあ、どっかでこうかけられてしまってももうイラっとこない、あのクリーニング代を請求しないでも済むかもしれない。フッ素で何かこう繊維に影響があるとかそういうことですか。まあないですね、はい、あの素材によってはあの若干あの使っちゃいけない素材っていうのもありますので、一応後ろを見ていただいて使える素材かだけ確認していただいたり、かなりフッ素自体は安定している物質なの で、ね、他への影響はほぼないらしいですよ。あのやっちゃダメですけど飲んでも平気らしいです。いや、あのスコッチガードは飲んじゃダメですよ。スコッチガード飲まないからね。それ飲んだって OK って言われたら大変ですから。スコッチガードなんですけども、変わった液体をお見せしたいと思います、はい、で今ちょっと皆さんお席ついていただいたんですけど、実はまた立ってもらおう。すいません、あのここにちょっと見に来ていただけたらと思います、はい、これ何が起こっているか、通常電化製品って水って絶対 NG じゃないですか。なんですけれども、これあの使っていて
まあ、水じゃないんですけど通電されていると。はい、動いてます。壊れていない。ちょっと服の後ろに穴ある。iPhone はね、入れない方がいいんだな。はい、あの大丈夫は大丈夫なんですけど、いろいろ、はい、今ちょっと説明します。はい、ちょっともうワンコーナーあるので、はい、はい。というところで今すごく変わったものを見ていただきました。あのそのままで、あの席を戻らなくて大丈夫です、はい。これは何なのかというところをご説明させていただきます。3M フロリナートフッ素系不活性液体、ちょっとなんか負が多くて噛みそうになったんですけれども、優れた電気絶縁性を持って高い安全性を併せ持つ不活性液体、はい、その安定性の高さを生かしたやつですね。これ実はさっきちらっと私不活性な液体を最初に作ったってお話しましたよね。それなんです、はい、それが出てきたで、今ここにたくさんですね、優れた電気絶縁性とかいろいろ書いてありますけれども、これ聞いてもじゃあ何に使えるのってちょっと分かりにくいですよね。あ、そうですよね。はい、あのそれを次にご紹介。あ、これだって別にでこのように使わない、ね、必要ないですこのように使わなきゃいいだけなんでね、はい、で、あの実はフロリナートとこの液体 の、はい、まあ、あのお兄さんというあ、ごめんなさい、弟みたいな感じで 3M ノベック構成、ごめんなさい、高機能性液体というものもあって、不良ほどのそのフッ素系の液体というものでは、どういうところで使うのかというのをご説明させていただきます。例えばなんですけれども、優れた電気絶縁性を持っているというところで、電子機器の絶縁冷却というところで使われたりもします。これどういうことか、どういうところで使うかというと、例えば新幹線の静流器の冷却、宇宙ステーション希望の環境試験室の延長、使ったことある方はもしかしたらいるんじゃないかっていうのも言われてるんですけど、スーパーコンピューターのマザーボードの直接冷却、これ分かります、これがスーパーコンピューターでそのままここに実は液体が入っているんです。で通電したまま回路基板を直接冷やすというものです。それってどういうこと？この状態ということですね。そうですね、これと同じことですね、はい、で、今これ見ててもなんかしてんじゃないのと思うと思いますので、はい、こちらにですね、実は水とこのフロリナートを準備してあります、はい、で、電卓を2つ準備しております。通電しましょうか。同じものですね。同じものです、100円均一で買ってきたものですね。でこれにですね、ちょっとマイク使わないんですけど、つけたらどうなるかということですね。どっちが、青が、青が水です。水ですね、でこちらがフロリナート、はい、はい。で、ではじゃあどっちからいきます？どっちがいいですか？まあ、水でしょ。水からいきましょうか。じゃあ水に。水に。はい、ごめんなさい。はい、一回も使ってないんね。一回も使ってないんですけど、ぽちゃんと。こんな感じで入れてあげると。だんだんお腹なりになって。お腹なりになってきてますね。ここがもう一個。こんな感じで入ってきております。じゃあ一方こっちちょっと入れてみましょうか。私の。わかります。ここの液晶の部分に、まあ、ちょっとこっちの色がほら、わかりますかね、薄くなっちゃって。わかりますかね、ちょっと角度が難しいんですけど。次の方がもっと分かりやすいかなと思うので、ちょっと次の方に行きましょうか。重いです。重たい、ね、比重が高い。こちら液晶のところに水がこう残っちゃっていて、
かりますかね、この一応ゼロ映ってますけど、ちょっとこうあの消えたりっていう感じなんですよ。これもうちょっとつけときましょうか。なんかちょっとはっきり、あ、そうですね、3000ぐらいにしときます。あ、もう打てないですね。あ、もう打てない。ああ、サウズの世界のところね、ダメになりますもんね。ダメでしたね。はい、はい、次に、はい、はい、戻らなくて大丈夫ですよ。戻らなくて大丈夫ですよ。もう一個いきます。はい、で、こっちの方が結構衝撃です。あの見た目ですぐ分かります。すぐ分かります、はい、ティッシュがあります。ティッシュをそれぞれ水とフロリナードにつけます。はい、蓋が、すいません、はい、これを同時につける。で、まあ、ティッシュの方が分かりますよね、当然。分かります。フロリナードの形が変わらないんですよ。染み込まないんです。だから水が中にティッシュに入っていってないんで、濡れてないんですよ。で、もうさらに衝撃なのは、ね、もう水含んじゃったんで、ナチュラルティッシュはぐっちゃぐちゃなんですね。ダメですね。もうダメ。破けちゃいましたね。でも、こっちの、これはもう半分乾き出してるんです。え、おぉ、ね、一瞬濡れるんですね。まあ、表面上は、表面上、うん、落ちたんです。あ、落ちる。落ちたんで、もう多分、これでもう乾いてます。こちらもう乾いてます。はい。本当だ。もうぐちゃぐちゃです。はい。匂いはまあします。はい。どうも。すごい。気持ち悪い。もう一回行きましょうか。もう一回行きましょうか。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。動画の準備はよろしいでしょうか。いいですか。いいですか。行きますよ。動画向きですからね。水に水を取りながら。じゃあ、ボーンとつけます。で、引き上げます。だから、これは表面しかね、いけないんですよね。だから、あげても、水をもうティッシュに含んじゃって、ぐっちゃぐちゃになっちゃってますけど、もうこれで、ここは、もう表面上。なんで別にこれで無限ティッシュが出来上がるわけでもないですか。あの鼻かんだら、鼻かんだらダメですよ。でもほぼ乾いてます、ね。そうですね。はい。これだったら無限ティッシュどころか噛めないじゃないですか。そうなんです。聞き取れない。でもティッシュは長持ちです。顔ばっかり汚れ。顔。もう一回とかあります。大丈夫ですか。取れました。取れました。はい、キムワイプ的なことになります。その液体って直接触れても大丈夫？あの基本的には無害のものなので大丈夫ではあります。ただ一応扱うときにはあのこういった風につけてもらった方がということであります。はい。嘘好きなんです。嘘好きなんです。はい。チャレンジングの方は飲んで、あ、飲んでダメです。ダメです。やめてください。はい。はい。という要は。不活性というところが、はい、匂いはね、多少しますよね。表面には無臭ではある。それ多分、さっきのね、多分、持ってみると、この重さの差は、やっぱりある比重は。比重どれぐらいなんですか、水に比べて。比重、あれ、来た。1.8 ぐらいの水に比べて。かなり重たいですね。フロリナードの温度です。はい。で今、こちら紙の方やりましたけど、じゃあどういう時にじゃあ紙の場合は使うのという紙の場合はって言うんですけども、対象物を変質させない液体ということで、どうぞ持って帰ってください。あの古文書の、保存品質の向上ということで使われます。どういうことかというと、古い文書って再生になっていっちゃうんですね。そのとき言われるんですけど、これにあの液体、この液体に、アルカリ性のものを入れて本をチャポンと入れちゃうんです。で乾かす。そうするとこんな風にですね、さっきのティッシュみたいに何もまあ影響がない形になりますので、そちらで中和ができると、酸性になっちゃった本と。濡らさずに中和できる。はい。まあ、フロリナードでは濡れているんですね。でなぜそれができるかというと、まあ、紙の繊維なんです。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。紙の繊維だったり、繊維と繊維のを結びつけているのりを溶かさない。不活性だからというものですけども、で、まあ、すぐ乾くのでこういうことができる。なので、まあ、皆さんが直接見るところではあまり使ってないと思うんですけど、意外と役に立っているあの液体
じゃあ今度実際どういう製品にっていうまた話ですね。すみません。次違います。次違います。あ、すみません。はい。で、これ全く違う 3M のフッ素製品です。はいはい、はい。これ何だか分かります？これ自体はちょっとあの 3M のフッ素製品じゃないんですけど、何の写真か分かりになります？月面です。おお。日付は1969年7月20日。はい。はい、これが見えたら知ってます。そうです。あのまあ正解なんですけど、ね。まあそうですね。はい、あの急いで行っちゃいましょうか。はい、アームストロング船長が 3M のフッ素ゴムで作られた物で月面を降りた。はい、なので、あ、船長より先に着いたのは 3M かもしれない、はい、意外とこんな 3M のフッ素製品もあるというのと、これはおまけ程度の話ですけれども、はい、いただきました。で、これ実はあ、はい、これは僕があのそのアメリカ行った時に展示してあった写真で、あの実際に本当に使ったものが展示されてましたね。あの歴代の歴史あの 3M 製品を、まあ、ミュージアムっぽい展示してるところがあるんで、はい、そこに飾ってあって、意外とラフな出来なんだなとか思いながら、はい、見てますね、はい。なんで宇宙船の靴にフッ素？なぜ？まあ、ふかしてるだろうですね。それが一番大きいですね。ね、そうですね、はい。あと、やっぱ丈夫なところと、まあ、言ってももう何年前ですか？うん、10年前ですから、あのまあ、材料をいろいろ選ぶ中でそれが選ばれたというふうに、はい、聞いております。で、今度は全く話が変わります、はい、で割とフッ素といえばみんな思い浮かべる話ですね、はい、かと思います。でここから若干あのスライドだけ の, あのシーンになりますので、もしあのお疲れになっちゃった時にお席に戻っていただいても大丈夫です、はい、コメがね壊れたっていう話を聞いてるんですけれども、先ほど私がつけたここでつけます5個目がね、お土産に今回入っております。あの買っちゃったんだけど、あの2個目の料理で使っていただきます。改造ですね。いや2個3個あれば、はい、2個あれば、はいはい、でまあ、あの子供の時からよくその歯医者さんでフッ素っていう話はまあいろいろ聞いてるかなと思うんですけども、はい、まあ改めてその、歯科の技術って本当に日進月歩でいろいろ進化をしているので、それと 3M さんのということで、はい、今回はですね、あのこちらの、まあ、後ろちょっと製品見ていただいたかもしれないんですけれども、3M の中に実はその歯科製品を扱っている部署がありまして、そちらからですね、あの特別なゲストを呼んでおりまして、相川さんです。相川出てきてください。あのそんな端っこいないで出てきてください。さっきまでお客さんと一緒にわーすごいって言ってましたね。言ってました、はい、あのこんな感じであの今前に出てますけれども、あの虫歯、難しいこと書いてあるんですけど、ウカっていうのはですね、あの虫歯の大きな穴のことですよね。はい、穴があったのがウカですよね。虫歯が虫歯のことだそうです、はいはい、健全な歯からだんだん虫歯になってきて、これぐらいになってくると、これあの歯医者さんが検査するときに、ね、言いますよね、なんとか C、 なんとかなんとかまで C2 みたいな言いますよね、あれですね、はいはい、でまあ、C4 まで行ってしまうと、もう削るしかないという形になります。で、実はその虫歯と唾液がすごく関係があるというお話をさせていただきたいと思います、はい、で唾液があるとどんなことなのっていうことなんですけど、歯についた食べ物のカスを洗い流します。これイメージしやすいですよね、はい、誘導的になりますので、で2番目、飲食によって酸性になったお口の中を中性に戻します、はいはいはい、こんな機能が実は唾液にはあります。3番目、歯の表面を修復する作用があります。再石灰型あるんですが、これどういうことですか？はい、実は皆さんあの食事をするたびにですね、食後になるんですけども、あの口の中は酸性の状態になっているんですね。で歯はですね、酸性の状態になると徐々にですね、溶けていきますので、まあ、その中で溶けていく中、修復されないと歯ってなくなってしまいますので、その修復の効果を持っているのが唾液になります。唾液の中に含まれている成分が歯の溶けかかった歯ところを修復するような役割があるということになります。この成分が今ここ下に書いてありますけど、ミネラル成分、リン、カルシウムという成分なんだそうです。じゃあ唾液が少ないと、はい、ということで、はい、あ、ごめんなさい、虫歯になりにくいと言いましたけど、はい、唾液が少ないと、先ほどあなたが言ったように、再石灰化ができなくなってしまうんですね。うん、なので、唾液が少ないと、唾液が少ないとですね、まあ、
プラーク、あの歯垢ですね、歯 の, あの食べ物のカスがですからですね、はい、あの出す酸があるんですけども、その酸によって先ほど言ったようにダメージを受けます。まあ、口の中はもちろん酸性の状態になります。プラス加えて虫歯菌から出す酸でも歯は溶けます。でその溶けたところに対して唾液がですね なくなってしまうと、歯はどん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 あの穴が開きやすい状態になってしまって、最終的には穴が開いてしまって歯医者さんに行かなくてはならなくなるということです。ちょっと不安になりますよね。唾液そんな重要だったのって。じゃあ唾液が少なくなる原因ってどんなことがあるのかなっていうところなんですけども、はい、まあ、例えばストレスがあると、はいはい、ストレスない人って手を挙げにくいですよね。人飲酒喫煙をする方、石谷、はいはい、さん片方だけ引っかかりますよね。はい、はい、割と全部引っかかります、ね、何がと口呼吸されてます。口呼吸は自覚はなしと、はい、でアレルギー薬を飲んで、まあ、花粉症の時とかってお薬飲むと結構乾いたりしますよね。あちらのですね。で最後はこうなっていくとカレーです。あのなんかすっごい唾液持ってかれるクッキーとかあるじゃないですか。あれダメなんですか、やっぱり。あ、やっぱダメなんですね。はいはい、じゃあ自分の唾液ってどうなんだろうって気になりますよね。はい、で今回はですね、2つ準備しました。はい、唾液チェックのためにありまして、左側があの手元にですね、紙をお配りしておりまして、唾液チェックのご案内というのがございます。はい、下に簡単なチェック項目があって、それが、まあ、多くあのチェックされた場合はですね、これですね、はい、あ、ね、それはね、右の方です。ちょっと別 の, あの紙1枚のものがあります。はい、こちらのチェックが多いと負担、はい、リスクがあるかもというところになってます。でこちらがなぜそれがリスクなのっていうところに関しては、あのこの後ご紹介するんですけれども、あの弊社の、ね、歯の健康を考えるサイトがありまして、そちらでですね、その答え合わせ的なものも見れるんですけども、はい、まずそこをチェックしていただいて、おお、チェックついちゃったなっていうのが見れるかと思います。で右側はですね、簡易的にチェックできるキットというのがあります。これ簡単に言いますと、あの今袋に入っているものなんですが、ガムを噛んでその唾液をですね、出してどれぐらいの量が出るか、そしてその干渉の中性に戻す能力があるという唾液の力ですね、それを測るものになっています。今やっていただいてもいいんですけど、多分皆さん見る中でこの唾液が出すと思うので、ぜひあのお家でやってみていただければと思います。はいはい、ですのでちょっとこちらの、 あのチェックシートの方だけでもですね、はい、もしかしてリスクあるか、いろいろありますね。酔ってそのまま寝てしまう、不規則な生活を送っている、これ何人か思い当たります、ね、口を開けて寝る、鼻炎がある、お、あ、やっぱ口を開いた状態が長く続くとよろしくないということなんですね。はいはいはい、なるほど、はい、どうですか皆さん、チェックさん、チェックしました。これをぜひやっていただく。ペンがない、ペンは配布されてるんですね。はい、実はあの可愛い猫ちゃんの、猫ちゃんじゃない、猫じゃないらしいですよ。猫 ち,、はい、猫ちゃんのキャラクター猫ですよねってさっき言ったら怒られました、ね、こちらのペン使っていただいてチェックしていただければと思います。どうですか皆さん、たくさんつけました。気になる項目があると思うので、またフェイスブックとかでご案内する感じですか。そうですね、はい、させていただきます、はい、で今多分チェックついてちょっと不安になった方もいると思うんですよね。唾液私少ないかもしれないみたいな、はい、で今回の、ご紹介したいものがですね、唾液に含まれる成分を補充する歯磨きペーストです。ほう、でクリーニングと再石灰化を一本でできるという夢のような、いわゆる歯磨き粉と言われる歯磨きペーストです。はい、で唾液とフッ素でパワーアップと書いてありますけれども、フッ素は、よくあのフッ素入り歯磨きってありますけれども、はい、唾液と一緒に歯の修復効果を促進する効果があるんだそうです。で、酸からのダメージを受けにくい歯、強い歯にするという効果があるそうです。で、あ、だからフッ素のあれって寝る前なんですね。そうなんです。はいはいはい、で、こちらの製品はですね、さらに FTC配合によりフッ素の再石灰化を有効にサポート、 FT
FTCP ってなんじゃって感じですけれども、はい、FTCP はリン酸カルシウムの結晶体ということで、先ほどあの、唾液に入っているといった、リン酸とカルシウムですね、そちらの成分のことになります。でこれをですね 3M の独自技術によりフッ素との共存を可能にしたというのがこちらの製品の特徴になっています。馴染まないはずなのにフッ素は、うん、ってことですよね。そうなんです、実は、多分皆さんそんなこと言われたってフッ素の歯磨きって買ったかもしれないけどはい、はい、よくわかんない何言ってるのって感じだと思うのでちょっとご説明させていただきます、はいはい、新製品を開発して今回その 3M 独自の技術っていうのが、3M たくさんの技術があるんですが、この前半に ご紹介したそのフッ素化学技術というものと、いろんなですね、ものを、まあ、液体ですとか、まあ、ナノ粒子とかいろんなものがあります。そういうのを、分散プロセス、粒子分散プロセス技術というのが一つ確立された分散の技術としてあります。その2つを掛け合わせてできたのがこちらの製品になっておりまして、実はあれですよね、通常はどうなっちゃうんでしょう。最初のですねパートで紹介されていた、自然界にあるフッ化カルシウムっていうところで石あったと思うんですけど、要はああいう風になってしまうとですね、修復効果がなくなってしまいますね。ここ専門的な用語で不活性化とかっていうんですけども、どういうことかというと、今ここあの同じ、まあ、ペーストというか、まあまあ、ビーカーの中でもいいんですけれども、見てください。でこの PO0 って書いてあるこれが、まあ、リン酸ですね。でカルシウムとフッ素なんですけれども、それが同じ液体の中にいるといますが、その後ですねカルシウムとフッ素がくっついちゃうんですね。でそうすると先ほど今お話になりましたフッ化カルシウムになってしまうと、でこれになってしまうとその再石灰化に寄与しない、あの効果を持たなくなってしまうと。で数としては生きているカルシウムが1個ありますけれども、たくさん入れていてもほぼもう不活性化してしまって、入れただけの効果が得られないというのが通常だったそうなんです、はい、でそれに対して 3M の独自技術というのは相川さんどんなものでしょうか。で 3M がですね今回それを実現した技術というのがありまして、リンとカルシウムの割にですね、あのとある物質であのコーティングスを施すことによりまして、フッ化カルシウム化しないでですねペーストと水の中に共存するという技術がございます。でそのおかげで、今回はですねあの両方フッ素とリンとカルシウムのですねいいところ、修復効果を最大限発揮するような歯磨き粉になってます。入れただけちゃんと反応する、反応するって変ですけど再石灰化に寄与するっていうことなんですよね。はい、じゃあどれぐらい再石灰化するんですかねっていうこのグラフを説明いただいてもいいですか。はい、こちらですね縦軸がですね、再石灰化能力を示したものになっておりまして、横軸がですね、まあ、一般的にあるような製品、まあ、うちの試作品のものと、あとはうちの今回出した製品ですね、クリーンプロ歯磨きペーストの比較になります。で特に注目していただきたいのが A になるんですけども、 A というのがフッ素しか入っていない歯磨き粉、まあ、よく市販されているようなものになりますね。はい、で一番左側のうちのペーストがその両方入っているものになっておりまして、まあ、両方入っているありありのものがですね一番再石灰化能力が高いよというそういうデータになっておりまして、今回、日本歯科理工学会、まあ、専門的な学会でですね発表されたこれデータになっています。でこ の, あの製品なんですけれども、お家で使うセルフケア、まあ、お家で使う歯磨き粉として使うセルフケアとしてクリンプロ歯磨きペーストがあるんですが、実はこれだけで使うという製品じゃなくてですね、もう一個あるんですよね。あのプロのケア、歯科医院さんでの、ケアというところでもう一つセットになっているあのクリーンプロ PMTC ペーストというのがあるんですけれども、そちらと組み合わせて使うことによって、より高い、虫歯予防の効果が得られるというふうに考えられた製品だということです。はいはい、で予防的治療を行う製品だということです。これどういうことかというとですね、ここは相川さんですよ、教えてください。はい、皆さん定期的に歯医者行かれてる方って今どのくらいいらっしゃいますか。何も悪くない状態でですね、ありがとうございます。私たちの一般の聴者でもですねやっぱり 2,3 割ぐらいなんですね、はい、でなんでそういうことをあの衛生士さんや先生がですねあの行かれる時に定期的に歯医者さんあの来なさいねとかですね、あと堀北真希とか最近で、ね、ライオンさんの CM で予防歯科で歯科医院さんに行きましょうっていうふうに言うかと言いますと、どうしても、歯科医院でしか
取れない汚れであったりですね、取りきれないあの場所があるんですね、そういった汚れをですね。で、衛生士さんや先生しか扱えない材料もありますので、まあ、そういったものを使わないとですね、本当にその歯っていうのはですね、実は常に悪くなりつつある状態にあるんですね。で、その悪くなりつつある状態を重症化する前に食い止めることが重要なんですけども、その重症化する前に食い止めることができるのはやっぱり衛生士さんとか先生の目があってからこそなんですね、はい、ですので必ず歯科医さんに行ってプロケアになるんですけども、定期的なメンテナンスとかって言われることと、あと家で、まあ、一番重要なのはやっぱりセルフケアになるんですけども、歯科医さんで綺麗になった状態をできるだけ長く保ち続ける、そういったこのプロセス、あのサイクルっていうものが必要になってまいります。もちろんそれですね、一番最初にどんな歯の状態なのかっていうのを見ていただくことだったり、もうすでに虫歯になってたりする場合もあります。そちら の、はいはい、あの治療っていうのをしていただいてから、あのセルフケアとプロケア の、 そのサイクルを回すというのが理想的なんですよね、うん、はい、それをやれば、あの昔からよくあるイメージのですね、おじいちゃんおばあちゃんになったら入れ歯のになってしまうっていうですね、ああいう人生はあのにはなくならなくなりまして、死ぬまで自分の歯で食べれるような、そういった口腔内を実現できる可能性が高まってきます。非常にお金もかかることになりますので、歯の治療はですね、ですので若い時のこういうサイクルを回すことが大切です。今あのお土産の方にですね入っておりますクリンプロの製品ございます、実は2種類入っております。お家でのケア用にということで、先ほどありました歯磨きペーストと、クロスですね、デンタルクロスがございます。こちらちょっと見ていただければと思いますけれども、こちらのクリーンプロの歯磨きペーストの方は、先ほどお話ししたように、フッ素と FTCC カルシウムが入っている製品になります。最近のでもあの歯医者さんの流れですよね、このその事前に予防するっていう、はい、考え方はね。これどこで買えるのっていうところ多分皆さん気になると思うんですよね、はい、実は通常 の、 あれです、ね、あのスーパーマーケットですとかホームセンターとかでは売っていないんですよ。あ、これがそもそも買えないっていうことなんですか、はいはい、どこで売ってるんでしょうか、はい、私たちのです、ね、考えに賛同していただけるような歯科医院様であの販売しております。今月から、発売を開始したものになるんですけど、はい、今あの箱に歯科用って書いてあるんですね。そうですね、はい、採用していただく歯科医が徐々に増えているような段階ですけども、歯科専売品ってことですね。そうです、はい、はいはい、実は6月の2日にあの発売をあの発表させていただいたばっかりの新製品になっております。ですので、まずはですね、あの売ってるのも歯医者さんということですので、検診からスタートしていただいて、うん、でご自身の歯の状態を見ていただいてクリーニングをして、でお家での、はい、まあ、セルフケアをスタート、はい、そしてその後のプロケアをしていくという、まあ、サイクルになるのが予防的治療として理想的ということです。じゃあこれ買いたいけどどこの歯医者さん行けばいいのというのがあると思います、はい、実は先ほどちらっと言いましたけれども、弊社のですね、歯の健康を考えるサイトプンスナビというのがございます。そちらの検索すると出てくるんですが、はいはい、こちらにですね、このクリンプロを取り扱っている、インさんというものの一覧がですね調べられるようになっております。あの家の近所のところを探せるっていうことですね、はい、もちろん発売したばっかりですので、はい、あの今時点ではまだものすごいたくさんのインさんの取り扱っているわけではないですけど、だんだん増えていきますので、はいはい、あの適宜あの見ていただいて、自分の近く増えたなっていうのを見ていただけたらなと思っております。こちらちなみにあの QR コードもありますので、今読みたい方は読んでみてください。はいはい、ということでですね、虫歯にならないようにしたい。はい、なるほど。そうですよね。まあしたいです。したいですよね。はい、で、まあ、唾液少ないかもしれない。さっきのシートで出てきたかと思います。はい。で、イエスでもノーでもクリンプロ気になった方多分いらっしゃいますね。まあ、もちろんお家で使っていただけたらと思うんですけれども、はい、クリンプロ気になった方は、ぜひですね、プロを扱っている歯医者さんへ行っていただけたらと思います。で、その歯医者さんはトゥースナビで調べていただければ、どこで取り扱っているか。実際僕今3ヶ月に一遍定期で行ってるんですけど、あの正直気が楽ですよ。あの行った時に、いやこの左上がそろそろまずいかもとかって言われるんですよ。ってことはその後の3ヶ月とりあえずその左上は
守るぞみたいな風にしてやればいいので、でなんかそういうのがなくて、こうノンベンダーのリトルなんか全部きれいにしなきゃいけないとかってやってるとやっぱ疲れるじゃないですか。とりあえずどこを注意すればいいのかって、どこが自分の普通の生活をしているとこう汚れやすいのかみたいなことが、分かるだけでも僕ちょっと定期検診行く意味ってあるかなと思いますね。ぜひ見てもらっていただければと思います。でもしですね、定期検診行っていただいて、こんな風にしてもらったよっていうレポートをブログでご紹介してくれる方がもしいらっしゃったらですね、はい、これはあれですね、さらに歯医者に行けっていうことですね。歯医者に行ってくれた方には、はい、さらに歯磨きペーストと3本プラス、はいはい、フロスも、これちなみに1本で結構長持ちするんですか。でまあ、お一人で使う場合でしたら大体2ヶ月、使う量にもよりますけど、2、3ヶ月は打ちます、はい、半年分ですね、じゃあね、はい、3本で1本1180円、はい、結構お値段も、いい歯磨きの中では手頃ではあるんですけれども、多分通常の2、300円よりは高いので、ぜひレポートをお願いしますと。もし行かれた方は私までご連絡いただければ、製品の方準備して待ってますので、よろしくお願いします。で、今ですね、こちら の製品は唾液の成分を補充するような歯磨きです、ね、ちなみにこれの中に唾液が入ってたりするんですか。そしたら皆さん使いたたくなくなってしまう。そんなことではないです。そんなことではない。唾液に含まれてるリンとカルシウムですね。はい、ありがとうございます。でそれじゃあ唾液を他にじゃあ、これも使いながら、さっきものすごいチェックいっぱいついちゃって不安な方っていると思うんですよね、はい、でそういう方のために実はこのトゥースナビなんですけれども、いろいろな歯の健康の情報を、はいはい、アップしております。でその中で、唾液を出すマッサージというのを先日アップしてるんですね。どんなものか多分皆さんこの場でやっていただけたらと思いますので、はいはいはい、皆さんお願いします。はい、そのためにいらっしゃいました。このサイトの運営をしてるから、はいしていただいたりっていうのをやっていくと自分から唾液が、これって歯磨き
大丈夫です。口でも大丈夫です、はいはい。ただやはりあのご飯を食べた後っていうのは口の中が酸性になりやすいんですね。でその後あの唾液がいっぱい出てくればあの口の中がまた中性に戻って、先ほどあの歯が溶け出してしまったところが、まあ、唾液によってまた戻る再石灰化っていうものが あるので、できればご飯食べ終わった後にこうやってやっていただくっていうのはすごく効果的だと思います。で忘れてはいけないのは最後は歯磨きですね。あのこの 3M のクリップを歯磨きペーストを使っていただいて、さらに、まあ、リンとカルシウム、要サプリメント効果っていうふうに私たちは伝えてるんですけれども、まあ、それを、歯につけていただいて、で、フッ素っていうのも入ってるので、なるべく1回グチュグチュグチュってやっていただいて、ベッっていうのは1回ぐらいにしていただいて、その効果っていうのをそのまま残したまんまあの寝ていただくっていうのが一番効果的な効果なんですよね。あんまり覚えちゃいけない、はいはい、全部あの出てきてしまいますので、はい、せっかくこの製品の中にフッ素とリンとカルシウムが入っていってるので、それをあの、まあ、塗り込んでる、吸い込んでるような状況なので、それは全部出さずにグチュグチュグチュってやって、中の、カスとかを1回出していただいて、そのまま寝ていただくっていうのが一番。ただちょっとカスがやっぱり気持ち悪いっていう方がいらっしゃるんで、結構なんかそう本当に歯磨きのプロフェッショナルとかって言われる方は二度磨きをやってまして、一回その何もつけずに歯ブラシだけでそのさっきのプラシコ、食べ物のカスを落として、でこれを本当にクロスクロスはどのタイミングで入りますか。これもですね、いろいろ先生の考え違うんですけど、流派はあるんですね。主流はですね、やっぱりできるだけそのプラークを先に取った後、その歯間部のプラーク、歯と歯の間のプラークを取った後にやっぱり歯磨きはした方がいいですね。浸透しやすくなりますから。最初が多いです。最初は最初、ぜひ最初に一回やってみたと匂い嗅いでみてください。あ、ね、はい、それ嗅ぐと使わずにいられないです、ね、辛いですよね、あれね。そうやって結構衛生士さんとかやられてる方多いですね。この匂いあったらそれは口臭くなる可能性あるよねっていう感じですね。はい、ありがとうございます。やってみてください、はい、今 あの唾液腺マッサージはあのトゥースナビの方でもうあの映像付きで流しておりまして、はい、そこでもあの畑さんに会えますので、はい、同じ羽田さんに教えてもらえるような形で、はい、羽田さん、私さっき会ったばっかりなんですけど、もうすでに20回ぐらい突っ込んでるんですけど、はい、大変、はい、ありがたいキャラクターで、はい、いい、ありがとうございます。あの、そっか、だからやっぱこれなんか違うんですか、普通の歯間。これですね、あの個包装になってるポイントで、あ、はいはいはい、あ、はいはい、なるほどね。そうですね、私たちとしてはやっぱりこれすごい広めたいんですね。あの台湾でこれすみません作られているものになるんですけども、はい、台湾とかのではやっぱりタクシーの運転手さんとかタクシーで運転しながら危ないんですけど磨いたりするんですよ。私びっくりしたんですけど、そのぐらいあのフロスが普及してて、やっぱりでは日本ってどちらかというとまだまだフロスも使っている方って 30% ぐらいしかいないんですね。アメリカとかほんと7割8割とかなんですけど、ですので気軽にどこでも使っていただきたいというところで、まあ、外出先で爪楊枝でですね、おじちゃんとかが、あの食べ終わった後使うってスマートにフロスを財布から出してですね、お使いいただければなというふうに思ってます。32本入りなんで頑張れば30箇所ぐらい配れます、ね、はい、そうですね、1ヶ月に1回、はいはいはい、1袋。でも確かに合入ってないと持ち歩けないですよね。そうですね、舗装されてないとね、普通フロスって30本入りだったら30本がボコって入ってますもんね。なんかあの最近居酒屋とかで爪楊枝の代わりにこういうフロスを置かれてることを見ると、ありますね。ただちょっと剥き出しだとやっぱりトイレに置いてあるやつを使うのはちょっと汚いなっていうふうに思うところで、やっぱこういう個包装がいいんじゃないかなと思ってますね、はい、今回 の2つの製品に関して、あのこちらの小さいリーフレットですね、こちらで、はい、特徴はあの書いてありますのでお読みいただけたらと思います。でもう一個小さいあのリーフレットがありまして、お口の健康マニュアルというのがあります。これあの内容としてはあのトゥースナビの方でもあの内容たくさんご紹介しているものであるんですけど、例えば飲み物でどれぐらい酸性度が高いのなんていう面白いあの読み物になっている部分もありますので、ぜひぜひこちらもお読みになっていただければと。ちなみにあの私3日に1回ぐらい本気磨きをするんですけど、あのその時はですね、フロスを2種類と歯ブラシを4本使うんです。なんでかというと簡単で、形が違うものを同じパターン、あの同じように当てれば磨かれる場所は違う場所になるんですよ。ですね、はい、ちょっと
やりすぎ、いや残念な情報があるんですけども、はい、1日本気磨きをしないと、はい、バイオフィルムっていうすごい頑固汚れになっちゃうんですね。はい、そうですので、できればやっぱり1日1回は本気磨きをしていただきたいっていうのがすごいあります。今言ってるのはド本気のやつ、ド本気のやつ、ド本気はしつつ、はい、普段はフロス2つとか使いません、はいはい、1個で済みますけど、はい、そうフロスもだからね、人によっては 2,3 種類使うんですよね、はいはい、あれはいいんですか、あのほらあの電動ってあるじゃないですか、最近あれ一緒ですか、別に電動歯ブラシの方がやっぱりちょっと怠け者の方は電動歯ブラシの方がいいって言われてますね。かなりやっぱり細かくストロークしますので、やっぱり歯ブラシっていうのは細かくストロークすることが一番コツになりますので、なかなか手磨きでガサガサいったら結構難しいかと、なんかいいと思います。若干豆知識ですけど、アマゾンで鹿先輩品で検索すると半額のやつが売ってますんで。はい、で、どうも、はい。はい。私、売りまくりました。はい。はい、ということですね、一応あの本日の内容的に一番最初にスコッチガード、皆さんの身近なもので、はい、使っていただけるもの、スコッチガード、小さいですか、小さいもの、あのお土産に入っております。で、2つ目にご紹介した不活性液体、フロリナートな感じは、すごい面白い液体だとは思うんですけれども、あの基本的に工業用で使われるものです。あの用途を見させていた、あのご紹介させていただいた通りなので、これ欲しいと思っても普通には出ないですから、あのそこご注意ください。こういう面白いものもあるということで、どうしても自分の iPhone をつけたいという人がいれば、この会が終わった後に自己責任で。で、なんか実際にはね、要はダメなのは、あの電気的には平気らしいんですけど、あのなんかその液晶とかの隙間に入っていっちゃうらしいです。だから動くんだけど、なんかあれ画面表示がおかしいみたいなことに、まあまあなりやすいそうです。はい、で最後が、あの最もあの身近なフッ素というところで、はい、あの新製品でもありますクリーンプロの歯磨きペーストをご紹介させていただきました。ここまでのところで何かご質問ございますでしょうか。今日も結構盛りだくさんでしたね。そうですね、盛りだくさんです。はい、いろんなフッ素がありました、ね。まあでも同じ、ね、技術を全部使っているといえば使っているんですよね。はい、そうですね、あの先ほどあのペーストのところでありましたけど、フッ素とあの反応してしまうという意味では、フッ素の、まあ、イオン化したというものはあの活性度が高いので、フッ素化合物っていうのはあの不活性化っていうふうに言った方が正しいですよね。あ、はい、あのプロに聞いてみました。はい、はい、お願いします。他何かございますか。はいどうぞ。あのフロリナートにつけたティッシュがあったじゃないですか、はい、あれはあのティッシュに戻った後は普通のティッシュと同じように使える。普通のティッシュですね。水を弾いてしまうとかいうことはないですか。あ、まあないです。じゃあこれあのさっきつけたものなんですけれども、入れてみましょうか。はい、さっきの普通のティッシュと一緒ですね。はい、ということでやっぱ無限ティッシュにはならないわけですね。無限ティッシュにはならない。はい、はい、あとよろしいでしょうか。はい、先ほども、フッ素のスコッチガードを、はい、これはあの全く濡れてない状態ではどれぐらい持つというか、どれぐらい定期的にこうかけてた方がいいですか。はい、そうですね、何にかけるかとかそういうのにもちょっとよるんですけれども、洋服とかそういうのであればつけていただいて、まあ着ないで置いとくときにですよね。着ないとワンシーズン持つって言ってますね。そうそう、あの、はい、使わなければ、あと洗濯しなければ、例えばその湿気とかに絡めて多少だけ、はい、落ちてきますので、それは大丈夫ですね。だから1週間に1回あのかけるっていう風にした方がいいっていう。外に着てる上着だったら1週間に、はい、ワンシーズン1回で外に出てるのに持つ手はないみたいですね。はい、なるほど、洗濯もすると思います。で、実はスコッチガードはこちらの他にあの革用、革靴用というものですとか、あとはあの、ムートンブーツとかに使っている
あるんですね。水道って結構もう夏でも水道素材あると思うんですけれども、あのそちらにかけておくと水道は硬くならずに、そのままの風合いであのきちんと防水といいますか、撥水効果を持つというものもあります。でそちらは全部スプレータイプなんですけれども、実は直接塗るタイプの革靴用というのもありまして、それですと塗った後あの24時間待たないでも、あの、まあ、すぐは普通の無理ですけど、少し待ったらあのすぐに行けるので、あの男性の方なんか仕事行く前に塗っておいて、で、あのご飯食べてその後履いていけば OK というものもあります、はい、いろいろラインナップがあります。そうですね、スカッチカーといろんな種類出てますもんね。そうなんです、はい、そうなんです。他いかがでしょうか。はい、どうぞ。トスナビのクリンプロ取扱い司会に行って検診を受けると、クリンプロをお勧めされたりするんですか。ですね、はい、会社さんでとかに行ってですね、そのいいことの一つがですね、自分のお口になった状態 あの製品をおすすめしてくれる歯医者さんがあるんですね。要はあなたのお口の中は虫歯になりやすい、あともしくは歯周病になりやすいとかですね、あとはもっと白くなった方がいいとかって、でそれに合ったような歯磨き粉をおすすめしてもらえることが多いので、うちのが必ずおすすめしてもらえるとは限らないですね。はい、レポートしづらいかなと思って、あの指名していただいても大丈夫ですよ。クリンプロ使いたいです。ぜひ、とりあえず初回はクリンプロでお願いしますということを伝えてれば、はい、もしくはあのこうやっていくとか歯医者にこうやって入っていくっていう、なんだアミって思われるでしょうけど、はい、3M からいいって聞いたんですけど、はい、同じペーストでプロのクリーニングをしてくれませんかっていうふうに言っていただければ、基本的にうちのペーストは使っていただけると思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、あのあれですよね、ウェブのリストにあるところはっていうことですよね。はい、他いかがでしょうか。大丈夫ですか。はい、はい、そうしましたらですね、一応内容としてはこちらで、はい、本日の内容になります。で先ほどですね、ちょうど8時ぐらいに、今回のセミナーに関する情報を皆様宛てにお送りさせていただいております。はい、はい、なので、そちらぜひあのお帰りの際でもいいですし、お家帰ってから確認いただければと思います。で本日のお土産ということで、お手元にありますスコッチガードと、クリーンプロハミングペーストデンタルフロス、そして、ボールペンが、クリーンプロのボールペンが入っています。それと、こちらにはちょっと書いてないですけれども、ちらっと言いました、あの保護メガネ、これ何を保護するんですか。ですね、まあ、こういった、まあ、液体いじるときもそうなんですけど、例えばあの DIY の、なんでしょう、ノコギリ切るとかですね、大掃除のときとか、はいはいはい、洗剤とかを窓を拭きするときとか、はい、あのいろんなときに目を守るのに使っていただければと思います。で実はこれ意外と高くて1個3000円くらいするらしいです。かなり高い。メガネの上にかけるまたあの違うタイプのもあるので、あのメガネの方はあのメガネじゃない方にこれ渡していただいた方がいいかと思います。一応今回ですね、あの赤と黒と、入っているんですけれども、赤の方がいいっていう方がいらっしゃったら黒の方と交換するなどしてですね、そんなタイプをやっていただけたらと思います。どうしても赤がいいっていう人、どうしても赤がいい、はい、どうしても黒がいいっていう人を見つけていただけたらと思います。で、第3番目なんですけれども、実はあの前回もやらせていただいたんですけれども、今回ですね来ていただいて、例えばブログをあの今回のセミナーについて書いていただいた方がもしいらっしゃいましたら、あのそちらの読者、その読者の方向けのプレゼントというのを実施します、はいはい、抽選で5名様、前回ちょっとあの先着にしたらすぐ終わっちゃったので、あの抽選とさせていただきます、はい、これまたちょっとあのご案内をするという感じですよね。そうですね、あの、はい、ここのフォームにというのを8時にお送りしたメールにリンクがあの貼られてますので、はい、そちらをご紹介いただければと思います、はい、で当選者には、2番のお土産と一緒の製品をお送りしますと書かせていただいております。メガネは入っていないです。メガネは来た皆さんです。メガネはないですね、はい、締め切りはあの今月末 あの23時59分までということになりますので、ぜひあの機会があれば、はい、あのリンクご紹介いただければと思います。で最後4番目、歯医者さんに行ってクリーンプロを使ってみたという方ですね、あのぜひあの私宛に連絡いただければ、先ほど言いましたあのペースト3本プラス、フロスを、はい、あのお送りさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後にですね、一番後ろに、さっきからね、すごい心配だったんですよ。あんなに目立つのに全く何も触れないから、これ実はあの、はい、あそこちょっと出ちゃってますけど、ニャブラシーズ出てますけども、はい、あのこのピンクの子、あのシーちゃんというシーランド担当
なんですね。シアントって、喋らなくていいですか？シアントって何でしたっけ？ありがとうございます。子供の、6歳ぐらいになると大人の歯が生え始めるんですね。で一番初めに入るのって一番奥歯なんですね。抜けなくても大人の歯って入ってくるんです。その、一番最初に入る奥歯の歯っていうのはすごく柔らかいんですね。で虫歯になりやすいです。あと溝がすごく深いんですね。なので虫歯になる前にその溝を埋めちゃうんです。そういう製品なんですね。なので小さいお子様がいて、まあ、6歳ぐらい、あとは乳歯も使いますね。でやっぱり乳歯も歯磨き嫌だって言って磨きにくかったりとかするところがいっぱいあるんですけれども、主に奥歯ですね、奥歯の溝を全部埋めていくっていうような製品でございますので、歯医者さんにデシラントでやってくださいって言っていただければ、ほとんどの歯医者さんが、まあ、それやっていただけますので、ぜひやっていただければと思います。子供は保険でできると思います。大人は自費になりますね。大人もやっちゃいけないわけではない製品なので、ちょっと奥歯の溝が深いって気になる方がいたら大人もできますので、ぜひその時に3Cラウンドって各社出てるもので、ね、3M のCラウンドありますかって聞いてみていただければなピンク の, 製品が出てきますので、ぜひ問い合わせしてみてください。でこの子、その Cラウンド担当の C ちゃんなんですけど、尻尾が歯ブラシになっています。この子猫だっていう話しましたけど、実は何でしょう、わかります？結構わかんないですよね。わかんないですか？ちょっとさすがにここちょっとちょん切っちゃうわけにいかないんでわかります？歯なんです。はい、わかりました、わかりました。いや猫ですよ。いやわかんないですけどでこのですね、しーちゃんの兄弟ができまして、はい、こちらがですね、だってネズミ乗っけてるじゃないですか、猫でしょ。緑の子がですね、今回 の, 歯磨きペーストの T ちゃんです。で先ほどちらっとお話しした病院というか、ごめんなさい、歯医者さんで使う方のクリーニングペーストが、PMTC っていう名前が付いてますので、T ちゃん、C ちゃん、T ちゃん、P ちゃんの3人で、ニャブラシーズということです。はい、なんでここは付いてるかっていうと、あのね、いや覚えることが多いなと思ってそんなに覚えなくてもいいかもしれないですけど、ちょっとお話ししたいなと、はい、上にいるなんとか一匹になりませんか？覚えるなら真ん中だけ覚えていただければ今回の製品ではあります、はい、上にいるネズミが F って付いてます。これフッ素なんですよね。フッ素の F が付いてまして、名前がフラット、ネズミのラットと F が付いてフラットなんだろうと思います。で、T シャツの覚えることが多いなと思って、はい、C と P をここからかけて、はい、こっちも B と C 逆につけて、はい、はい、ということでした。ニャブラシーズです、はいはいはい、というところで今 の, 通常 の, 内容はここまでになります。で、こちらはですね、今までにそうですね、全6回分の、はい、はい、これまでに行いましたザ・スリーエムセミナーにお越しいただきまして、ブログを書いていただいた方のブログですね、了承を得た方のみになりますけれども、スリーエムのページの中にですね、まとめさせていただいております。ここを見に行きますと、毎回ですね、皆様がどんなことに感動したのか、どんな内容だったのかなっていうのを見ることができるページになってます、はい、今回初めてまとめまして、こんなにたくさんいろんなことを感動してくれて、いろんなことを書いていただいたんだなってことで、大変もうなんか涙が流れそうになるような感じですね、はい、とりあえず担当者が便利っていうのは素敵ですよね。まあ、確か後で見るとあの記事、どの記事だったっけとかって探さなくていいっていうね、はい、はいはい、でこちら今後もぜひぜひ今回の6回もですね、書いていただいた方をご紹介させていただきたいとは思ってます、はい、もちろん絶対にってことではありませんので、はい、もちろん強制ではございません、はい、はい、了承をよろしければということです、はいはい、ぜひご覧いただければ。はい、ということですね、一応、はい、早く読まったんですよね、はい、なぜか一応なんでしたっけ、にゃんとかニャブラシ、ニャブラシ、はいはい、実物は結構なんかよくできてるんですよ、実は、はい、さっき原さんが少し汚してましたけど一匹汚れてるのがいるんで話が出てる、はい、ということで後ろに製品ございますので、またぜひ見ていただけたらと思います、バスの時間は、まあ、今の時間全然余裕だと思いますけれども、はい、この時間
簡単になります。またそれぞれでまた担当の、そうですね、質問とは歯のこととか、こちらの方にまだまだいろいろあると思いますので、はい、はい、今のうちに何か質問思いついた方もしいらっしゃったら、大丈夫です、はい、あ、どうぞどうぞ、どうぞ。はいはいはい、ですね、やっぱり何でもそうなんですけど、量によりけりなんですね、まあ、醤油だって1本飲んだらそれ得になりますし、やっぱりフッ素も同じように日本で使われているようなフッ素の量のものだとアメリカなんか の, その制限よりも日本だとぐっと下がっているんですね。2分の1とか3分の1ぐらいの量のものが使われていますので、基本的に日本で使われているようなフッ素、塗布剤っていうものに関しては基本的に大丈夫だと思います。あと今日先生もいらっしゃるんですけど、先生、ああ、3M の社内に実は歯医者さんがいるんですよ。すいません、今の質問に関して、きちんと答えさせていただきます。一応専門家としましてですね、まあ、確かにですね、フッ素、一時ですね、1970年代、80年代頃ですね、フッ素に関して、歯科でかなりフッ素を進めた時期がございました。でその時にですね、フッ素を取り込みすぎて、問題はいささか問題になったことがございまして、例えばフッ素を取りすぎて歯が白くなりすぎてしまったりとかですね、歯の形が少し変わってしまった、そういったことがありました。で、そういったことがあった経緯があって、日本ではそのフッ素に対する規制っていうのは大変厳しくなっています。で、先ほど弊社の相川が申しましたように、アメリカなどと単純に比較しますと、アメリカの製品の5分の1の、薄さまでしか、日本では使うことができないような、まあ、そういうような規制になっております。ですので、先ほど相川が申しましたように、日本で進められているフッ素であれば、その、例えば1回のですね、使用で今回お配りした歯磨きペーストを丸飲みするとか、そういうことじゃない限りは影響がないと、はっきりと断定できるような、ノートになっております。はい、効果の方に関しては先ほど説明、鵜飼さんや愛川の方が説明してくれたような内容になっておりまして、確実にやっぱその鵜食、に対して、そこの部分にですね、予防をするという意味では非常に強いものになっております。はい、ちゃんとしたご意見を聞くことができましたね。はい、もし他ございましたらどうぞ。あ、どうぞ。ちょっと質問、こんな言い方悪いかもしれないんですけど、ニュースで見たフッ素の害っていうのがあるみたいなんですけど、これもどう捉えておられるんですか。今やっぱりお話ししたようにですね、過去そういったことがあったので、人に先生にも歯医者さんでもいるんですけども、やっぱりすごいフッ素に対して嫌悪感を持っている方がいらっしゃいます。ただそこに関してやっぱり日本にではですね、非常に規制がありますので、日本で販売しているものに関してはご安心してお使いになっていただけるのではないかなと弊社は思っています。ただ先生から言われた時にですね、じゃあ必ず進めてくださいっていうことはですね、私たちとしては言わないこともありますね。やっぱりそこは先生のお考えっていうのもございますので、いろんな考えがあるというところはございます。そんなところでしょう、もしありましたら。はい、どうぞ。お二方で言う。お二方で言ったら先に。あ、じゃあこちら。はい。フッ素はフローライトっていう鉱物からできると伺ったんですけれども、今でもこのフローライトから作られてるんですか。そうですね。後ろの専門家がいろんなところから、ね。はい。フッ素の最終的にはフッ素という原子をどうやって取り出すかなんですけれども。はいはいはい、ホタル石に、まあ、塩酸をかけて HF を出すというところから全てのフッ素化学工業が始まっておりまして、はい、ホタル石自身は今、中国、メキシコ、あと南アフリカに存在、まあ、しておりまして、そこから取り出されております。で歴史的にはイギリスの鉱山とかカナダの鉱山っていうのがあったんですけど、取りすぎてしまって今閉山になっていま
今 CAF フッ素の方が塩素よりも強いので塩酸だと多分溶けないんですね。濃硫酸だと溶ける。おおおお、まあ濃硫酸は使わない方がいいですね。はい、そうで溶かして、まあ、単なるプラスとマイナスの反応なんですけども、カルシウムと、塩酸、硫酸が結びつくと余分に余ったフッ素が、まあ、出てくる。おでそれを補修していろんな形で無機フッ酸から、まあ、有機の化学の工程に持っていきます、うん、はい、じゃあどうぞ。はい、なんでアミラキペーストの担当がティーチャーなんですか。あ、はい、もうですね、はい、一応全部ですね、英語名になってますので、歯磨き粉はですねトゥースペーストなんですね。でその頭文字の T になってティーチャーです。なるほど。これを言うとすごい恥ずかしいんですけども、一応そういう理由になってます。いい質問でしたねっていう感じでは。ではなかったです、はい、このツッコミをしていただけると、はい、脳に刷り込まれるだろうな。そうですね。はい、もし他、どうぞ。さっきのシラントの話があったんですけど、あれは半永久的に塞ぐんですか。はい、あれはですね、素材がプラスチックなんですね。ですので、歯のこのカチカチですね、光合とかって言うんですけども、徐々にすり減っていきますので、自然になくなってきます。はい。わかりました。はい。はい。またいかがでしょうか、もしあれば。あ、どうぞ。以前、レンズメーカーの方で、人工形跡の開発に成功したというのがあったんですけども、今後そのフッ素を取るために、その元となる素材が変わっていくっていう可能性もあるんでしょうか。はい。後ろで専門家が目を細めております。フッ素をレンズに使う。はい、形跡レンズ。あ、そうです。はい。から、まあ、今後それが、レアで、ね、はい、極めてる。あ、それはないですね。ホダル石自身は、いろんな鉱物の中で比較的安いんですね。はい、はい、1トンあたり多分600ドルぐらいで買えてしまうみたいなので。1トンってどのぐらいですか。まあ、1お風呂おけ1杯ぐらいだと思うんですけども、それがまあ600ドルぐらいで買えてしまうので、まだまだ世の中にありますし。ちなみにその1トンからフッ素ってどのぐらい。フッ素は、まあ、40% ぐらいですよね。はい、ですから取れる場所はかなり偏っているんですけど、まだまだたっぷりあります。あと半導体の上、ウェハーを、はい、はい、まあ、IC チップとか作るときに、うん、フッ化物、フッ酸を回収に使うんですけども、はい、はい、それを回収して、ホタル石に落とす技術を、岩谷産業さんが開発しまして、ですから今まで、まあ、捨てていた、はい、はい、フッ素ガスを回収してホタル石に戻す技術ができましたので、これで、うん、まだ下がります。中国が関税を上げたり下げたりするために、なるほど、日本が青くならずに、キャノンさんが安定して供給できるようになりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、広がってよかったですね。というか、フッ素のネタなのに、まあ、こんだけ質問が出るとこう皆さんよく数を参加されてる方はよく飼いならされているなという、はい、皆さんだんだん都合が分かってきたなという感じがいたします。今回かなり配布物多いんですけど、実はアンケート入ってるんですね。で、今後の参考のためにですね、アンケートご協力いただけたらと思いますので、はいはい、あとあれですよね、外にも確か歯に関する通ってくるところにもありましたっけ、なんか展示でね、はい、展示スペースがありますので、多分日本ではダメなのかな。僕実は一番最初に溶岩に会った時の杉山さんに行った時に見せてもらって衝撃を受けたのが、座ってこう自分のこう口の周りをですねキューッて 3D スキャンして、で欠けてる歯があると、その歯を 3D プリンターで出てきて調整しなくて入るんですよ。
え、多分日本ではダメなんですよね。はい、多分ダメですよ、ね。もうちょっとあ、なんかいろいろあるんですね。はい、だからいう歯科技工士みたいな、なんか型を取ってなんか削ってってやるじゃないですか。あれが一切いらなくなるんですよ。こう本当に一瞬でキューッつって全部型取りが終わったから、なんかほら型取りの時になんか寝ちゃってしたのをやるじゃないですか。あれがなくなるんですよ。でしかもぴったり同じのが出てくるっていう。そういう意味ではあれですね、はい、虫歯の後にちょっとプニプニしたグミ状になってるような歯の形をしたもう、はい、半成形品みたいなものがあるんで、それを歯にこう当てて光を当てるだけでもう1日でその虫歯の治療をして帰れるので、普通は多分保険治療だと銀歯ですごい目立っちゃうと思うんですけれども、それが銀歯じゃなくて白い歯で帰れるんですね。でセラミックとかってすっごい高いと思うんですけれども、そちらは保険外なんですけれども、セラミックのなんか10万以上とかよりも全然安く、3万ぐらいでできるということで、それを待ってたんですけど、待ちきれなくてセラミックをこの間入れてしまいました。おー、わかりました。はい、いろんな 3M も歯のものが実はあったので、そういったところもですね、意外にもう一回外を通ってると、意外とまた歯科関係のものがあるというお分かりになるかなと思います。はい、なんか話をしてたら意外と当初の時間になってしまって、何がびっくりしたって、僕今日全然実はあんまり打ち合わせをしてないんですけど、僕思いのほか歯科のことに詳しかったっていうのが衝撃で、自分で喋りながら俺なんでこんなスラスラ出てくるんだ。はい、どうもありがとうございました。はい、本日はありがとうございました。はい。